九十九王子とは、熊野古道沿いに今まする神社のうち、主に十二世紀から十三世紀にかけて、皇族、貴人の熊野参りに際して、先達を務めた熊野主言の手で急速に組織された、一軍の神社を言い,い、三継者の守護が祈願された。したがって、その分布は、黄色、中ヘチの沿道に限られる。王子やと王子の名の出資料と考えられて、 いるのは、蔵元の手による、三景気、伊保主にある、和ウの伊ハで、花の岩屋についての記事に登場する。この文書の成立年代は10世紀後半から11世紀半ばまでと、見られているが、これに次ぐのは1081年の藤原溜美さの日記、大魚記のおひね王子での宝兵の記事であり、少なくとも11世紀には、熊野に王子と呼ばれる神社があったことが確認できる。 12世紀に入ると、王子者が急増乱立し、資料にも新王子の記述が増える。13世紀になってもしばらくはこの傾向が続き、12から13世紀に最盛期を迎える。だが、こうした新王子の中には、短命のものもかなりあった。その後、大ね鎌倉時代以降に、熊の参りの主体の変化や、熊の参り自体の交代に伴って、 多くは衰退するに至った。王子は三景都城で儀礼を行う場所であった。主たる儀礼は、法兵と教区用であり、神仏根拠的である。だが、よく言われるような熊の散々要配が行われた、形跡は確認できない。また、キロにはほとんど帰り見られることがないことから、物品の補給を行ったとする説も当たらないと考えられている。これらの儀式が、 王子で行われたのは、王子とは、熊野権元のおこかみであるとの認識があり、すなわち三景者の庇護が期待されたのである。これら王子の形成は、中世熊野参りにおいて、先達を務めた、熊野の主元者によるものである。本来は、遠藤住人の祀る雑多な在地の神々である諸者を、王子と認定したのは、熊野三景を主導する先達たちである。また、 王子という命名も、峰中修業者を守護する神仏は、同時の姿を取るという主言道の思想に基づくもので、あると考えられる。同時に、熊野主言は、陰性期以降の皇族、貴人たちの三景の先達を務めたが、このことは、九十九王子の顕著な特徴である、黄色、中ヘチへの集中や陰性期に重なる十二世紀の大量出現をもたらしている。 実際、最盛期に8 4よ数えた王子の大半は、皇族の三景の活発化に伴って組織されたものである。保新門王子99王子の中には五体王子と呼ばれる王子があり、他とは格式を意味するとされる。これらは一般に、熊野の主身のおこか内子建属神として散々に祀られる神々の中でも、五所王子と呼ばれる神々を祀る神社であり、 三山から誕生したものと考えられている。これら五大王子では、舞、白拍子、神楽猿楽などが行われており、芸能的性格が強いと、一応は言えるが、これらは、他の王子でも行われており、顕著な特徴とは言えない。なお、五大王子と書くのは誤りである。いずれの王子を五大王子に数えるかは解釈の相違があり、信明門人三景記では、 モミー、藤代、稲羽根の三者を挙げるが、ゴトバイン三景記は、藤代王子の身が該当し、稲羽根王子がこれに準じるとしているが、他の列挙例もあって一貫しない。現在では、藤代王子、切目王子、稲羽根王子、滝尻王子、星新門王子の五者とするのが、一般的である。冒頭に要約したような定義からは、 外れるが王子を名乗る神社が熊野にはある。大平寺にあるいくつかの神社がそれである。大平寺の成立には、登山派主源が関係しているが、それらの神社の成立事情とは関係がない。また、成立時期も古くても南北朝期以降のものであるほか、皇族の熊野三景との関連もなく、九十九、王子には含めない。大平寺の王子者については、 大ヘジの王子社一覧を参照。城南宮八県江船木場九十九王子は、実際に九十九ちょうどあるわけではなく、多数あるということの比喩である。九十九王子は、上述のような事情から列挙が一貫しない。最盛期の八十四社にしても、いずれの神社を含めるかは三景気ごとに様々である。それら三景気の中で、王子と認定された神社を、 現存する者、現存しないが、所在地を否定できる者を合わせて埋挙していくと、若干数の金銭以降の比較的新しい王子を、含めて、下記のように101社を数える。ただし、金星における、奇襲犯による、再建、明治期の神社合指令による、 合子死街化による廃絶など、いくつかの事情により、否定できると言ってもその角度は様々である。なお、五体王子はボールドで強調する。なお、九十九王子の読み方には、九十九、王子、つくも王子といった読み方もあるが、熊野地方で一般的なのは九十九王子であり、本記事もそれに従っている。 1、久津王子2、坂口王子3、軍港王子4、上野王子5、安倍王子6。 つもり王子7、酒井王子8、大鳥王子9、篠田王子10、平松王子11、井ノ口王子12、池田王子13、麻生川王子14、近畿王子15、倉持王子16、鶴原王子17、佐野王子18、もみ王子19、馬屋島王子20、新た一之瀬王子21、長岡王子22、地蔵堂、 王子23、真の目王子24、中山王子25、山口王子26、川辺王子27、中村王子28、吐き前王子29、川端王子30、上ず王子31、一、平お王子32、なきう王子33、松坂王子34、松代王子35、菩坊王子36、原江戸王子37。 藤城王子38、藤城峠王子39、立花の本王子40、諸坂王子41、一つぼ、王子42、かぶさ王子43、山口王子44、いと川王子45、坂佐川王子46、湯浅王子47、つけ王子48、八、川瀬王子49、馬止め王子50、くつかけ王子。 51、馬止め王子52、うちの畑王子53、皇家王子54、前道寺王子55、愛徳山、王子56、旧開始王子57、岩内王子58、塩屋王子59、上野王子60、つい王子61、怒る王子62、切り目王子63、切り目。 中山王子64、岩代王子65、千里王子66、みなべ王子67、はや王子68、出立王子69、秋津王子70、万里王子71、ミス王子72、八条王子73、稲葉王子74、一の瀬王子75、あゆかわ王子76、滝尻王子77。 不審王子七十八、大門王子七十九、十条王子八十、大阪本王子八十一、金老王子八十二、秘蘇玄王子八十三。 杉桜王子八十四、中野川王子八十七、昭光王子八十八、熊瀬川王子八十九、岩上王子九十、湯川王子九十一、イノシシ美王子九十二、星新門王子九十三、水飲み王子九十四、福杯王子九十五、原江戸王子九十六、湯の峰王子九十七。 浜王子九十八、佐野王子九十九、浜宮王子百、一の王子百一、田吹王子、ありがとうございます。